始まりました。ケマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん。クレアおばさんのクリームシュー。これね、この間僕の動画見てくれてる人はわかると思うんだけど、クリームシューラーメンやった時に半分だけ使ったんですよね。でこれね、この半分ね、残っちゃってるの、この半分だけ。これね、どうしようかなと思って、もう、ちょっとまたまたひらめいたんで、またひらめきのまま、ちょっと一発ちょっと作っていきたいと思います。はい、調理スタート。この材料説明いきますね。はい、クレアおばさんを半分ね。で、あと、砂糖のご飯、これ温めてもらってます。これ 200g ね。あと、ベーコンが 60g。あとね、これ、とろけるチーズね。これ、どれくらい使うかわかんないけど、まあ、適量ね。これでやっていきたいと思います。さあ、じゃあやっていきますか。今日はね、何考えてきたかっていうと、もうめちゃめちゃシンプルに、もうめっちゃ単純に、このね、まあ、なんつうか、チーズリゾット的なのできないかなと思って、考えてきましたね。とりあえず、もう材料シンプルにもうベーコンだけでいいかなと思って。で、こんな感じで、まあ、大体濃い1センチぐらいにこうカットしますね。まずね。はいはい。よし。よし、じゃあね、早速ね、やっていきたいと思います。はい、まず、水 400cc。パーン入れて、よいしょ。でね、クレアおばさん。クレアおばさんね。クレアおばさん。クレアおばさんを、ハブね。これ、この間ね、使って、ラーメンも美味しかったんですけど、ちょうどこの半分ね、残ったのどうしようかなって思ってたんだけど、まあ、今日は本当何もないんで、適当に思いつきのままやってみます。はい、こんな感じになってますね。クリアおばさんはこんな感じになってて、これ簡単にこう割れるんだよね。で、こうちゃんとこう、ハートになってる。やっぱさすがクリアおばさんですね。クリアおばさんはハートが好きです。で、こんな感じで、クリアおばさんをこう入れて、で、まあ、まずね、このまま溶かしていきます。もうね、今日はもう本当に超適当、もうフィーリングだけで、作っていますからね、どんなのできるかまたわかんないですけど、ちょっと楽しみにしててくださいね。また大失敗するかもしれないですけどね、やってみますよ。はい、こんな感じで、はい、じゃあまずもうベーコンを入れちゃいます。はいはい。もう何しろ、クレアおばさんはもう、シチューの元なんで、もうどんな材料でもこうこれと合わせるともう美味しくなっちゃう設定なんですよね。だからまあとりあえずこう水とお湯で溶いただだけでも一定の味にはなるんですよ。でそこにまあねベーコンとでご飯入れちゃってもうねなんかリゾット的な感じにしちゃってでねそこにもうねちょっと山のようにこうとろけるチーズ入れて、で、こう、僕の、なんていうか、野望ですけどね、こう、なんか、リゾートなんだけど、こう、ぴょーんって伸びるような、やつできねえかなと思って、考えてきました。とりあえず、その、イメージ通りに作ってみますね。よーし、はい、こんな感じで、はい、沸騰するのと同時に、はい、溶けてきましたね。もうね、この段階でもう美味しいよね、クレアおばさんはね。いや、ちょっと、味だけ一応見てみてね。まあ、間違いない。もう、これにご飯入れれば、もう、これだけで絶対に美味しい。で、とりあえずね、じゃこれをぶち込んで、よいしょと、あれ。はい、砂糖のご飯を温めてもらってますよ。はい、パーン、ぶち込んで、よいしょ。いやもう、これだけでもう、完全に美味しい。ね、うん。これは、間違いないです。はい、もうこんな感じでね、もうこの段階でも美味しいのもう確定ですよね、どう考えても。よし。さあ、そこに、はい、とろけるチーズ。これはね、この間のね、ポテチのやつで作ったやつの余りがまだ大量にあるんで、よし。これをね、何グラム入ってるかわかんないけど、まあ多分これ半分ぐらいは以上あるからね、もうどちらともういきますよ。もうここは、容赦なくいきます。こんな感じで、ポカーンって。よし。チーズ大量投入。ウェーイ。楽しいな。よし。そしたら、すかさずこのチーズが溶けるように蓋します。で、ここは、万が一焦げちゃいけないんで、少し弱めにしますね。少し弱めにして。でね、この、蓋がほら、透明だから、チーズが溶けたらもう絶対わかるんで、溶けるまでちょっと待ちます。
うわもうなんかめちゃめちゃチーズとなんかシチューのいい香り、うわすげえいい香りしてきた、うわいい、よーしこんな感じでこのね蓋の上からとろける感じ見てるとだいぶチーズ溶けてきましたね。でやっぱここはねちょっと弱火の方がいいですよ。あんまり強気でやってもね動かせないんで下が焦げちゃうといけないんでね。さあどうかな、ちょっと見てみますか。ピョーン、あーいい感じだね、だいぶ溶けてきてる、もうほんの 2,30 秒でいいね、いい感じ。よしさあもうちょっとね30秒ぐらい経ってどうかな。あーもう完全に溶けたね、いい感じだね。よしこんな感じで、はいもう完成です。はいそしたらね、はいできたてのこのねチーズリゾットちゃんを器に盛り付けて、わーいすげえ予定通り、これはとんでもねチーズ入ってるからね、よいしょ。うわもう盛り付けてる段階でこれもうやばい感じが出てる、よいしょ。よしこんな感じで、はい器に盛り付けて、よしじゃあね、まああったらね、まあ万能ネギとかねパセリとかあったらこうちょっと青みでこう入れて、はい完成しました。今日の簡単料理ね、はいクレアおばさんの、チーズリゾットの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。はいじゃあね早速ね食べてみたいと思います。はい今日の感じこんな感じだよ。いや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 、なんともねもうなんか適当に作っちゃったけど、こうチーズの海みたいな感じになってるね。じゃあ早速ね、これを食べる前に、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう、めっちゃ美味しい。ということでね、今日の感じ、こんな感じ。もうね、適当にこう、イメージ通り作りましたよ。じゃあ、早速食べてみたいと思います。よーし、じゃあ早速食べてみるか。どんな感じかな。いきますよ。予定通りになるか、ぴょーん、いったいったーうわ、すげえすげえ予定通りのぴょん、ぴょん感だね、これ。じゃあ、早速食べてみたいと思います。じゃあ、こんな感じだよー、ぴょーん。やばい、やばい、伸びる、伸びる。うわー、もう予定通りとはいえ、笑っちゃうときだな、これ。ぴょーん。チーズの海だよ、これ。じゃあ、いただきます。いただきます。うわ。うん、これはめちゃめちゃ美味しい、すげえ美味しい、いやーすごい美味しい、本当になんじゃこりゃ、さすがクレアおばさん、なんという力。もうねチーズだけじゃなくてご飯が入ってるからちょうどいいんだね味が。でこのベーコンの塩気とねチーズ、うん、これ抜群に美味しい。もうねチーズふざけたかのように入れたけど、あのくらい入れてちょうどいいんだね。だから大体 200g 以上入ってんじゃない、あれ、あ 200g じゃねえか、これちょっと待ってよ、 500g で半分ぐらいやったから、あそうだね 200g ぐらい入れちゃったかもしれない、200から250ぐらい、結構ね大量投入した方が美味しいですよ。これはね自分で作る醍醐味だよね。こんなトロトロチーズのリゾットあんまりないもんね、すごい、うーんやばいよこれ本当に。もうあれだね、仕上がり見た時に焼いてもいいかなと思ったんだけど、焼いたらね今度香ばしさも出てもうちょっと違う美味しさ出るんだけど、これはこれでねこのソフトな感じでクリーミーなこの、なんていうかな、リゾット感は、すごい、すごい。我ながらなんかすごいの、すごいと思う、これ。最高だよ、これ。とろけるチーズ リゾット。ベーコンだけで十分だね。入れるとしたらあと玉ねぎとかも合うと思うけど、まあ、そんなにこだわらないでこの味が出るんだったら、これでいいと思う。いただきます。これにはさ、やっぱりタバスコ入れたくなっちゃうね。この感じだと。パン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 ってちょっと辛くしてみて。うん。タバスコ味変タイム。いただきます。
間違いない。これタバスコめちゃくちゃ合う。最高ですよ。これもうめちゃめちゃ簡単だしね。クレアおばさん半分とご飯が あればもうできちゃうから、これはね、騙されたと思って皆さんやってみてください。もう超簡単なんで。で、あとはもうちょっとあれしたら、焼いた、いや、これをなんかオーブンかなんかで焼くのもいいと思うよ。で、焼かなくてもこれ十分うまいからね。ってことで、今日のこの簡単料理ね、まあ今日ね、イメージでささっと作っちゃったけど、最高のができました。はい、クレアおばさんの、チーズリゾット、はい、大成功でーす。ピヨーン。あ、もうだいぶあれだね、ピヨーンってね。はい、ということで、簡単なんで皆さんぜひやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。